はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。えーとですね、東洋経済オンラインさんからですね、東洋経済オンラインさ,らさんからでございます。はい。えー、実はですね、まあ、C の国なんですけど、C の国ってね、結構日本車人気で、今まで、まあ、トヨタとかね、三菱とかがね、えー、まあ、いろいろ行ってたんですよ。 で、持ってですね、合弁企業ですね。合弁。はい。つまり、日本とね、C の国でね、えー、一緒にやっていきましょうっていうね、合弁企業も非常にいい好調だったんですね。合弁が作ってる車ですね。はい。えー、それがあ、次々と契約がもうなしになって、えー、撤退しております。はい。えー、C の国でね、 日本車が売れなくなっております。はい。えー、これ別に日本だけに実はね、限ったことではないというのが本音でございます。えー、ここで言っちゃいますね。えー、私の、まあ、聞いてるニュースです。はい。えー、大金元さんとかのね、中国語のニュースで流れてきてるんですけど、えー、車ですね。はい。えー、日本車が売れないの当たり前です。どうしてかっていうと、中国車も売れてません。はい。えー、ぶっちゃけます。 え車全体が売れないんですよ、もう。はい。日本車云々の問題ではないんですね、これ。はい。えー、中国車も売れてません。はい。すっごい不景気になってます。実は。 ええとですね、これあのー、給料なんですけど、若い方、今失業率大変なことになってます、C の国のね。えー、確かね、 20%ぐらい失業してるっていう話です。もしかしたら、これもうちょっと多くてね、28%ぐらいじゃないかっていうねえ、そういった失業率になってるんですね。結構若い方の20代、30代のね。でも30代になってしまうと、もう就職できないっていう事態になってきてるようで、まあ、車買うどころの話じゃありませんよねってことなんですよ。はい。えー、それでね、 えー、運よく就職できてね、えー、働いている方、はい、お給料が半分になってます。えー、昔ね、えー、ちょっと前の、C の国ですね、C の国の給料って結構悪くはなかったんですよ。はい、えー、だいたいね、えー、8000元から1万元ぐらい、はい、日本円で言うとだいたい え、まあ、15万、15万ぐらいかな、から20万ちょっとですね。はい、えー、もらえてたんです。今、4、5千円です。1ヶ月の給料。はい、10万ぐらいしかもらえないということです。それも、残業付きでです。 まあ、こういう状態なんでね、そりゃ、車は売れなくなるわなってことなんですよ。はい。まあ、ここのね、東洋経済オンラインでは、あまあ、何も言ってませんが、実はですね、一つだけ、えー、中国で伸びている車がありまして、これは多分ね、えー、海外輸出用だと思います。はい。 えー、給料ね、いいです。1万円もらってます。はい、17万ぐらいですね。日本円で17、8万ぐらいですかね。まあ、20万近くですね。今、相場だとね。はい、20万近くもらってます。テスラです。多分これ、あの、中国国内消費用ではなくて、海外輸出用ですね。はい、テスラが、C の国にね。えー、まあ、工場持ってて、 で、ここで作ってね、海外に輸出してますよっていうことで、テスラは非常に、えー、儲かっているようです。はい。えー、お給料も多分ね、えー、他の中国系の企業の倍もらってますね。はい、倍です。えー、四五千円ですから、それ一万円もらえますからね。えー、だいたい日本円で、ま、二十万ぐらいですね。これが、あ、テスラです。で、しかも、ここはね、 社食ですね。社食付きです。はい。社員食堂も付いていて、ただです。なので、非常にね、えー、技術者ですね。その方面の。はい。えー、まあ、あ、自動車関係の技術者には、非常に人気な職場になってるみたいですね。これは、あまあ、いろんなね、えー、大紀元さんのニュースで得た情報でございます。なので、まあ、日本車がね、 えー、売れないっていうのはあ、この辺の事情ですね。つまり、景気がもうダメになってきちゃってるということです。はい。まあね、新六人の人もね、ほぼほぼあれなんで、はい、あれです。はい、えー。食べちゃってます。はい。まあ、あの、ブラジルの方のね、ある方の情報では、あーまあ、新の国はね、MR なんちゃらではないんだけど、 まあ,あ、分かっている情報によるとね、えー、いろんなもの、その他のいろんなものはね、いろいろ入っていたそうです。いわゆるね、えー、虫ちゃんとか、ぐらグラ,グラちゃんとかね、そういうものは多分他のよりも大量に入ってるんじゃないかということでした。はい。まあそういうことなんでね、どっちにしろ、あのー、まあ、あれですからね、はい。えー、サクッと女王ですから、 まあ、こうなるのは必然というか当然です。はい、えー。日本車が売れないのも当然です。当たり前です。えー、こあのー、中国のね、国産車も売れないんですから。はい。まあ、そういうことなんで、はい。まあ、ね、これはもう起こるべくして起きてます。まあ、世界的に起きているということですね。はい。えー、一応ね、これ、東洋経済オンラインさん。 はい。貼っておきますので、えー、よろしかったら見に行ってください。実情がお分かりになると思います。まあそういうことですね。これ日本車がっていうよりも日本車に限ったことではないんですけど、えー、まあ車の需要がね、もう全体的にダメになってるということです。はい。お金が皆さん買う余裕がないですよということですね。 はい。それでは、あ皆さんまた、あまあ,あ、大丈夫ですからね。えーまあ、我々はあ頑張って切り抜けましょう。はい、えー。そういうことでございます。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。はい。えー、ピザもね、高いんでね、こうやって手作りするといいかもしれませんね。はい。それではまた。